カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー6宇都宮明則。さあいよいよ1組目、単走第1位の藤野秀幸、単走このギリギリ8位というところで宇都宮明則の再戦ということになります。さあこの藤に関しましては、この GR86 そして藤野秀幸非常にいい走りをしておりますが、昨年度もいい結果でしたけれども、もうすでに覇権を上げて横を向けている。それに対して宇都宮が後から追ってきた。さあどうだ、煙の中戻った。完全に煙にかく乱された。この辺りは踏みっぱ状態。